日本ハムの新庄剛志監督、52、が15日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。悪質な誹謗中傷コメントの一部を公開した。写真あり、ファイターズガールまさかの、ポロリ、動画が大反響。10日ほどで450万再生突破、嘘はついてない。新庄監督は、勝っても負けても毎日のように、こんなコメントが山ほど来ます。何様やねん、社会のゴミ、など誹謗中傷コメントの一部を公開。だから選手のみんなも気にせずもっとちょうだい、くらいの気持ちで行こうぜ。と前向きな姿勢で悪質コメントをいなした。新庄監督は気丈に振る舞ったものの、ファンは激怒。日ハムが強くなったのは新庄監督のおかげだよ。どう生きてたらあんな中身のない誹謗中傷を他人に送ることができるんだ。とにかく球団は厳しく対処してほしい。法的措置必要だわ。胸が痛い。などのコメントが寄せられた。